暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手の鳴子です。今日は石丸真嗣が。またですか。石丸真嗣がこれから異常にゴリ押しされる。すごいうさんくさいものを感じる。最悪のケースとしてゆり子が引退して石丸真嗣と蓮舫の一騎打ちになるかもしれない。その場合は蓮舫を応援することになるかもしれない。ってくらい石丸真嗣のうさんくさいって話をするよ。またまたそんな、マジなんですか。小売業ですごく有名な企業の創業者の方から手紙が来たので、その方には選挙事務所の要職についてもらおうかなっていう予告がされた。そんな急に手紙してきた人を要職に入れるんですか。そこはまあ前からつながってたんだけど、そういうことにしてるだけでしょ。ソープランドで一目惚れが発生してるとか、パチンコ屋の近くに偶然その分賃を買ってくれるお店があるみたいな。建前と本音ってやつですね。で、小売業の創業者で超有名って言うと、多分ZOZO タウンの前澤社長が出てくるんじゃないかと予想する。小売で有名だと確かに前澤社長ですね。小売ナンバーワンイオンとかコンビニナンバーワンセブンとかは創業者本人の知名度はそんなないですし。でもまさかありえますかね。で、ZOZO タウンの前澤社長990万フォロワーパワーとマスコミのゴリ押しとで、蓮舫や百合子よりも石丸真嗣こそ一番推したい本命としてゴリ押しされる予感がする。そこまで当てたらすごいですけど、まあ蓮舫出馬で話題的には消えたはずなのに、望月磯子記者も応援団に入ったり、ゴリ押し続いてるのは事実ですね。時点としてユニクロの柳井、こちらは広島が1号店で、新作の柳井正雄は、部落解放同盟系とウィキペディアにも載ってる。人権ブルドッグの調査によれば、石丸真嗣市長派の市議は、部落解放同盟系とのこと。ごアッピなんでノーコメントです。この人権ブルドッグの記事は興味深いから、石丸真嗣を知る上でおすすめです。ノーコメですもん。これは、なぜか、石丸真嗣が、豊田真由子と一緒に、1ヶ月前、急に3回出演してた、選挙 .com チャンネルの情勢調査らしいが、この結果見てどう思う？自民、6割小池百合子だ。公明、5割小池百合子だ。共産、5割蓮舫だ。国民、2割ずつ蓮舁と石丸だ。令和、2割蓮舫だ。無党派、2割小池百合子だ。そのまま、小池百合子 VS 蓮舫ですね。これでも、百合子を、蓮舫と石丸が追う、みたいなタイトルなんだよね。いや、自民公明立憲に名前が出てこない時点で、分母が違いすぎて。国民の2割と令和の1割、あと一部の一定の支持者、本末に毛が生えた程度の数ですよ。これは、本当に、勘としか言いようがないんだけど、石丸真嗣の登場を見た時に、背筋がゾワッとしたんだよ。こいつは何かあるって。現に、蓮舫が出馬して、本末に消えたはずが、ゴリ押しされ続けてる。応援団は、堀江門、広之、田村敦、津田大輔、望月磯子、古舘一郎とそうそうたるメンツだ。何か、全体的にすごい、作られた違和感がするんだよ。いやいや、でもあ、フォロワー18人なのに本人からフォローされた、応援団。うさんくさいわろたって言ったのあったじゃん。ありましたね。講演会に変わったよ。 ID も応援団から講演会に変わった。くさっぴ。講演会にするなら最初から講演会で立ち上げるよね。本人が関与してるみたいだからさ。講演会の用意をしたのに最初は応援団で立ち上げた。ああ、うさんくさい。工作失敗の軌道修正にしか見えないですが、第三者を装った応援団を開き直って継続よりはマシかもですね。でさ、言語化するとね、石丸真嗣本人のスピーチや立ち回りを見てても、本人は、こんな堀江門、広之、田村敦、津田大輔、望月磯子、古舘一郎とそうそうたるメンツに、押されるような人間には思えないんだよ。広島の小さい市の市長に過ぎなかったわけだからね。以前から交流があったとかでもない。急に湧いて出てきた応援団。あとは、選挙 .com やニュースピックスもだし、マスコミも好意的。そこは確かにすごく違和感ありますね。
去年8月から急激に作られた偽の工作バズをマスコミも協力してた匂いがする。つまり石丸伸二のバックにはホリエモン、ひろゆき、田村敦、津田大輔、望月磯子、古舘伊知郎とそうそうたるメンツにマスコミを動かせるほどの強大なバックがいるんだよ。確かにそうでないと説明つかない規模ですね。ホリエモン、ひろゆき、田村敦、津田大輔、望月磯子、古舘伊知郎とそうそうたるメンツは選挙プランナーも間違いなくいるし、それも石丸伸二が自らのジョンで大金を払って用意したというより、石丸伸二に白羽の矢が立っただけで、主導権を握ってるのはバックの方だという匂いしかしないんだよ。アルミホイル巻いときますね。石丸動画は再生リストにもまとめたから、この辺を見てもらうとして、石丸伸二は急に偽の工作バズが始まった2023年8月以前はほぼバズってない。なのに急にバズったことになって YouTube にとにかく工作が回ってる。クラウドワークスとかもそうだし、再生数も買ってるとしか思えない。そんな石丸伸二自体ペラッペラでオタク語りもハッタリハリボテ。でもそんなハッタリのヒデトティみたいなやつってみこしに選びますかね。逆だよ、石丸伸二みたいなやつこそみこしに最適なんだよ。一応大衆は騙せそうな兄弟卒とか、そして実際は子会社に出向だったらしいけどニューヨーク仲裁とかの経歴、そしてハッタリハリボテで取り繕う虚栄心、弱みも握りやすそうだし、本人に力や意志があまりないからみこしとしては最適だよ。ああ、みこしは軽い方がいいってやつですか。上野千鶴子審判や LGBT 推し、恫喝裁判やポスター裁判敗訴の件があったこと、あとはいくらなんでも偽物を本気のバズにすることは不可能だったみたいで、ネットで火がついてるわけじゃない。そういう意味では相当目論みが崩れてそうだなとは思うんだけど、僕は今回の都知事選、蓮舫より百合子より石丸伸二こそ何をやるのかチュースすべきだと思うよ。この違和感にみんな気づいてほしい。工作に乗せられて石丸伸二を盲信する人が出ないように警鐘を鳴らさないといけないと思う。本棚分析したり、まず工作の証拠探したり、やってることはフェミキシで生きてたシナムルさんの筆跡を鑑定してるのと変わらないのに、話のスケールはやたらでかくなりましたね。それはそう。でも僕の感はビンビンに反応してるんだ。ゴーストがささやくんだよ、石丸伸二は徹底的にゴリ押しされるぞって。本当にヤバい予感がする。蓮舫すら当て馬で出てきただけなんじゃないかな。事前運動とかなんかわざと自分にデバフかけてる感じがして。アルミかな。あはは、アルミですよきっと。蓮舫の自分はやるけど他人はダメは、それこそ10年以上前から筋金入りですよ。じゃあさ、蓮舫出馬で百合子 vs 蓮舫が都知事選の主題で、石丸伸二って2軍以下に落ちたって思うんでしょ。そうでしょ。それでも石丸伸二がマスコミとかでゴリ押しされ続けたり、石丸伸二のバックにソソタウン前沢かユニクロ柳井が出てきたり、百合子が引退して蓮舫 vs 石丸伸二だってなったら、僕が言ってた通りになったって信じてね。外れたらやーいアルミホイルって笑っていいから。やーいやーいアルミホイル、そんなのなるわけないでしょう。ならなかったら笑ってくれていいよ。え、本気なんですか。本気。本当に嫌な予感がする。石丸伸二の本人の能力と推してる応援団やマーケティングの規模、やり方が合ってなさすぎる。本当に違和感を感じるんだよ。まあ規模の違和感は確かにありますけども、でも考えすぎですよ。ははは。答え合わせはどうなるか、ここで最後にタレコミを紹介しましょう。これはどういう内容で。石丸伸二市長が台風の時もトライアスロンで訪問していた無印良品と強いつながりの一宮町長馬淵さんが、石丸伸二が公募から独断で副市長にしようとしたフローレンスとつながりのある一般社団法人 RCF の篠堀夏樹さんをフォローしてつながっていた。ぴゃー。馬淵雅也町長と石丸伸二市長の二人ともがフォローしてるのが、新潟県の津南町長の桑原遥氏で、桑原遥氏は男女共同参画局専門調査会委員、男女共同参画会議第72回有識者で、男女共同参画系の重要人物で、今年の4月からは男女共同参画会議員。ごっぴゃ。童話対策事業特別措置法が執行された頃にホームレスの支援利権が始まり、その次の
いわばポスト童話の利権が男女共同参画や女性支援体験格差という視点もある。一体石丸伸二市長のこの異常なゴリ押しされっぷりは裏にどういう人たちがいるんだろうね。ひとまずは近く発表されるという有名創業者が誰か、柳井氏か前澤氏か。もういい加減、一般人が調べることじゃないですよね。最後に、さっきも最後って言った、これが最後。石丸伸二出馬、松本人志とうとう出たね。蓮舫出馬のツイートを比較してみたんだけど、嫌な予感がする。先に言いますね、普通芸能界のとうとう出たねがぶっちぎりで1位のバズですよ。都知事選なんて所詮政治の話です。石丸伸二出馬ツイート、リプ6000、リツイート 4.7万、いいね20万、インプ4000万。松本人志とうとう出たねツイート、リプ 1.2万、リツイート 3.2万、いいね23万、インプ 1.2億。蓮舫出馬ツイート、リプ制限、リツイート7000、いいね2万、インプ290万。あなたはこれに違和感を持てずにいられますか？蓮舫出馬のインプ数が政治界隈に対する世間の興味の薄さのはずなのに、とうとう出た目を超えるリツイートと蓮舫の13倍のインプレッション、それだけゴリ押しをしてもとうとう出たねには到底及ばない政治話題のインプレッション、でもリツイートが異常数のゴリ押し。それでは生きてたらまた次回お会いしましょう。